皆様ごきげんよう、チューリッププリンセスです。今日も私のアカペラライブへようこそいらっしゃいました。森高千里、夢の終わり。焼けた肌鏡に映し、細い肩先尖らせて、乱れ髪かき上げる仕草、あなた好みと思ってた。冷めた心気づかないまま、愛に揺れてセプテンバー、言い出せない夢の終わり、今すぐさよならを、涙なんか見せはしない、ただ一人次第幕を閉じて、もう夢の中、恋はいつでも移ろう場所へ。昨日これ何回かリピートで聴いてたので歌えるようになりました。街の日をペディキュアに映し、細い足首絡ませて、窓際の気だるい仕草、あなた好みと思ってた。冷めた視線気づいた時は、秋の日差しセプテンバー、言い出せない夢の終わり、今すぐさよならを、涙なんか見せはしないから、愛したこと忘れないわ、もう夢の中、恋はいつでも浮世のパッションへ。はい、ありがとうございました。もう終わったかな、多分。森高千里と夢の終わり聞いていただきました。ね、前はね、夢の中のキスもやって楽しかったんですけれども、今日は、夢の終わりを歌ってみました。これもね、前から歌いたいなと思って気になっていたので、で昨日ね、一人でお茶してた時に、こちらこう出てきて、パッと出てきて、あっと思って、繰り返し、2、3回聞いて、思い出しながら覚えました。なのでちょっとでも音程外れちゃってたりとか、メロディー違ってたところがあったかもしれないので、またちょっとね磨いていきたいと思いますので、ご了承ください。とりあえず初披露初歌唱の、夢の終わり、ね、これもなんかムーディーでね、ちょっと大人っぽい感じで、ね、すごくなんかね陶酔する感じでいいですね。あ、こんな良かったんだと思って昨日聞いてました。
なので、また今日アカペラでもやったんですけどもね、また音出しでもやってもいいし、いろいろなパターンでやってみようかなと思います。今日本当はね、森高の香港っていう曲もあって、それもなんかやりたくって、チャイナドレスのね、コスプレのリクエストが来たんですね。そう。で、ちょうど私でも、チャイナドレス買ってて、まだ着てなくって、ね、今日それやってもよかったんだけれども、今日ちょっとね、どうしても行きたいお店、食べたいお店があって、ちょっと街に繰り出したんですね。なので、ちょっとまたそれはね、コスプレはまた先でっていうので、はい。ね、コスプレ衣装、プレゼントしてもらえないかな、なんて思っちゃいます。本当に、いろいろ買っちゃったのでね。ね、なんか、コスプレの衣装、誰かプレゼントしてくれないかな、なんて思うんですけれども、まあ、あるのはね、今のところ、まあ、まだ買ってないのとかはね、いろいろ本当に、なんか、ナースとかオイルとか、いろいろ、リクエストはもらってるんですけども、またこう、新しく買わないといけないので、そう、またね、サイズ失敗しちゃったりとか、したことも何回もあるのでね、ちょっと慎重になっちゃってます。ねえ。ねえ、いっぱいあればね、いいんですけれどもね、またまあ、夏になって暖かくなったのでね、まあ、気が向いた時はやってみたいかなと思います。で、その、チャイナドレスを着てね、香港っていう曲をやりたかったんですけども、なんかちょっと、音源がないかもしれないですね。なので、アカペラにしてもちょっと覚えてないと、完全に覚えてないと歌えないのでね、難しいなと思うんですけども、まあでも、テレサ展とかもあるのでね、また、ちょっと、今日やろうって思ってね、気が向いた時にやろうかなと思います。今日はとりあえずすごく食べたいものがあるので行きたいお店食べたいものがあるので、私のそうですね、今日のその直感とインスピレーションを大事に生きているので、そちらをやりたいと思います。でも今ね、行ったらね、まだね、夜の部が回転してなくて、ずっと通しでやってると思ったらやってなくて、ちょっとね、1時間ぐらい時間が余っちゃったんですね。なので、今日も、その間で、ちょっと、お座りバージョンだけれども、アカペラライブやろうかなと思ってきました。初めてのお部屋でちょっと慣れないんですけども、頑張りたいと思います。どうもありがとう。チェリープリンセスでした。みんなありがとうね。